岩屋寺の石灰。2021年3月26日撮影。岩屋寺の石灰とは、島根県に多群奥出雲町横田にある国の天然記念物に指定された、極めて小規模で得意な峡谷である。山腹の傾斜面に建てられた岩屋寺の境内を貫通する溝のような峡谷があたかも切通しのように見えることから石灰と呼ばれるようになったという。 この場所は通常であれば、水の流れによる侵食が起こるとは考えがたい。山頂近くに位置しており、地形学的にはごく新しい時代に形成された、得意な侵食地形であることから、1932年7月25日に、国の天然記念物に指定された。2005年に行われた調査により、石灰の峡谷底部に複在する断層破砕体の存在が明らかになり、 数百年前から古くても千数百年前に発生した異常な集中豪雨に伴う土石流によって硬い花崗岩に挟まれた柔らかい破砕帯が短期間のうちに侵食されたものと考えられるようになった。岩屋寺の石灰も厚江市、岩屋寺の石灰の一位岩屋寺の石,の石灰のある岩屋寺は島根県南東部の奥出雲町にある 岩屋寺山南側斜面の標高約500メートルほどの山腹に所在する。岩屋寺の石灰は国の天然記念物に指定された時期として、比較的初期の1932年7月25日に指定されており、そのため国土地理院の発行する2万0千分1地形図や市販の地図等には古くからその名称と位置が記載されているものの、 天然記念物の所有者及び管理者が、県や地元自治体ではなく、長期間にわたり、無人状態となっている廃寺の岩屋寺であるため、案内看板やアクセス道路等が整備されておらず、たどり着くのが困難な場所にあって、実際に現地を訪れ石灰を見た人は、少ないという。天然記念物に指定される、以前の1919 19年に発刊された地市である、似た群衆や、 天然記念物に指定されてから35年も、経過した1968年に、当時の横田町が作成した横田町市のいずれにも、岩屋寺の石灰に関する記載はなく、これらのことは、当該天然記念物が、地元の関心を引く対象ではないことを示しており、それに加え、あまり聞き慣れない、石灰という字面からは、具体的な対象物が想像しがたいこともあって、 一般的にはあまり知られていない国の天然記念物である。JR 木月線出雲横田駅のある旧横田町、中心市街地から約1キロほど、東北東の馬場地区に京都岩清水、八幡宮の別宮である横田八幡宮があり、ここから日川上流に注ぐ伊勢屋と呼ばれる小さな沢に沿って岩屋寺の参道が続いている。 この伊勢谷に沿った山道を登り切った採用に廃除となった岩屋寺があり、岩屋寺本堂の東隣にある工房大師大師堂御間堂の建物を右手側から100メートルほど山側へ回り込んだ標高500メートル強のところに国の天然記念物に指定された岩屋寺の石灰がある。岩屋寺の石灰は切り立った岩壁に挟まれた狭くて深い 極めて小規模な峡谷地形であり、岩壁の高さは5メートルから10メートル、峡谷の長さは75メートル、谷幅はわずか3メートルである。谷底の勾配はかなり傾斜しており、入り口付近は7度、中間地点は20度、後半付近は27度と、上流に向かって徐々に急勾配になっている。峡谷の終点は3方向からの谷が合流する変速十字国になっており、 これら3方向からの50度から60度の勾配の急斜面に閉ざされるような形で、峡谷地形は突然終わる。前述したように、山頂部分水嶺から至近距離にあるため、谷底に漂流水はほとんど流れておらず、隠れ木はあるものの円馬された水まれ木はない。岩や寺山周辺一帯の地質は、古代三基の素流の黒雲母花光岩で、地表面に近い部分は、 中国地方によく見られる、新佐土城になった風化が進んでおり、岩屋寺の境内各所には、戸屋城の巨岩が露出し、谷町の地形の底部各所には、コアストーンと呼ばれる未風化の河口岩の巨歴が、点在している。石灰のある岩屋寺山山帯の地形は、北西方向から南東方向へ、直線上をなす八形が多く、石灰のある場所も、 伊勢夜の最上流部の NW 製の谷筋に該当する。この直線上の八地形は山頂を越えた北西側の山腹まで続いている。石灰はこの NW 製の谷筋の一部を構成する直線上の峡谷地形であるが NW 製谷の底部をさらに溝状に深く削り込んでできており、より正確に言えば谷底の中に新たにできた峡谷、 地形用語で言う柳田にである昭和初期の岩屋寺の石灰の絵はがき国の天然記念物に指定された昭和初期の当時この地形の成因は河川の侵食によるものと考えられており1934年に島根県が編集作成した島根県下指定史跡名称天然記念物及び1938年の 島根県指定史跡名称天然記念物並国宝。概説では次のように解説されている。1995年に発行された日本の天然記念物における岩屋寺の石灰の解説内容も、侵食、地形としては比較的初期のものであろう。侵食が進めば、島根県の鬼下ぶりのような地形に変わっていくと考えられる。 上記の河川による浸食説を踏襲した内容であるが、これらの成因説に疑問を持った地質学者の井上達夫は次の二つの疑問点を指摘し、通常をイメージするような一般的な河川の浸食作用による成因説はあり得ないとした。石灰から山頂の分水海までの距離はわずか200メートルである。流水は極めてわずかで、しかも 峡谷底部ではほとんど伏流しており、谷底のつぶては隠れ木であって、遠暦ではない。引き合いに出された鬼下ぶりは、同じ奥出雲町にある国の天然記念物に、指定された川植による峡谷であるが、水量の豊富な大巻川の本流上に形成された峡谷であって、その上流には、多数の支流が注ぎ込む流路が十数キロ続いており、岩屋寺の石灰の位置する周辺の地形とは、 侵食要因となる条件が全く異なる。流域面積が極小で水流の乏しい石灰のような峡谷地形が川の流水による侵食作用でできたとは考えがたいが、国の天然記念物に指定された1932年以降、学術的な調査はほとんど行われていなかった。得意な峡谷地形である石灰はどのような成因でできたのだろうか 生因を河川による侵食、すなわち川食によるものとする既存の形成説への疑問を解消するため、井上は2005年に詳細な現地調査を行った。谷中谷をなす、岩屋寺の石灰。2021年3月26日撮影。岩屋寺へ続く伊勢や添いの山道は、ところどころに平坦になった場所、地形用語で谷床と呼ばれる平坦地が存在する。 石灰の下流に位置するこれら複数の谷床に着目した井上は、これを土石流が堆積したものと考え、石灰に近い標高450メートル付近にある伊勢屋の谷床の調査を行った。この場所は岩層が露出しているため観察するのに適しており、土石流堆積物は全体的に大雑把な清掃になっている。清掃は、 花崗岩起源の数ミリから数センチの角歴や砂で構成され、一部に10センチから30センチほどの粒で木片が含まれる。そして直径2メートルほどの大きな花崗岩のブロックがある。これら角歴や砂などの微細な堆積物は、花崗岩のブロックに対して水平にぶつかるように堆積しており、地質学用語で言うアバット不整合の構造を示すことから、 この二つは同時に堆積したものではなく、もともと花崗岩のブロックが転がっていた場所に土石流が流下して堆積したものである。採取した木片を切断して断面を見ると木の幹の半面が剥ぎ取られたものであることが分かった。土石流発生時に巻き込まれたものと推定され、わずかであるが樹脂が染み出る。この木片は1ヶ月が経過しても、切断面の内部が乾燥しなかった。 また、堆積物の中から直径1センチと2センチの玄武岩でできた祭歴が各一つずつ確認された。砂岩側岩壁はオーバーハングして、摂理の一部が抜け落ちている。2021年3月26日撮影。石灰の峡谷内部を詳細に観察すると、両岸の岩壁には板状になった摂理が右岸側に数枚、砂岩側にも2枚ほど認められる。 石灰の峡谷の全体はこの板状節理の方向によって形付けられており、その両岸は平行していて、それぞれが北東方向に約80度傾いている。この節理の傾きがあるため左岸の岸壁はオーバーハングしており、特に下半部の一部は節理に沿って抜け落ちているところがあって、ひさしのような形状になっている。谷底には、隠れ倒木、木が、 落葉が散在しており、通常時の流水は伏流していて、漂流水は、歴の隙間に見え隠れする程度であるが、右岸側の壁面をよく観察すると、何らかの流れによって形成されたと考えられる、微地形が確認できる。なお、左岸側の壁面はオーバーハングによる落石のため、元来の摂理が残存する壁面はほとんど失われている。 比較的原型を保っている右岸の壁面に平行した板状節理は上部が剥がれており、この節理の板状態の上面はすべて上流側に傾いている。この割れ方は、ひびが入るような節理の割れ方とは異質のもので、一方向に加わった何らかの強い力によって、板状態の上部が剥ぎ取られて、抵抗の少ない部分が残ったものと考えられる。このような形状は、 水流によって列機が流れの方向に向く福河原構造の一種とも言える。また、谷底辺近くの板状態の谷側の各部には丸みを帯びているものがあり、今日でも豪雨などによる小さな崩壊が時々あって岩方などが崩れ落ちながら壁面に当たって角が取れる作用が起きていると考えられる。ウガンガ岩壁の最下部に板状態の摂理が 滑り台が連なるよう屈曲しながら直線上に続いている。板上節理の上面は上流側へ傾いている。底面は谷底を含め隠れ木の上に積もった枯れ枝や落葉で埋め尽くされ、漂流水はほとんど確認できない。2021年3月26日撮影。井上が石灰の現地調査を行ったのは2005年の 夏から秋にかけてであるが、その期間中の同年9月3日横田地区一帯に集中豪雨が発生した。偶然、その2日前の9月1日と5日後の9月8日の現地調査を行った。井上は石灰周辺における集中。豪雨前と集中。豪雨ごとの2箇所の小さな地形の変化を確認した。1つは石灰。下流にあたる岩屋寺参道である。伊勢屋の一角に。 呂列が生じていたことで、二つ目は、石灰上流部の峡谷終点付近を覆っていた崖崩土の一部が剥ぎ取られていたことである。これらはいずれも、集中豪雨より二日前の九月一日の調査時には存在していなかった小さな地形の改変である。このうち特に重要であったのは二つ目の変化で、剥ぎ取られて露出した峡谷の底部に岩脈を伴う。 断層破砕体が存在していることが判明した。峡谷周天部より、わずか上流部に露出した破砕体の幅は3.5メートルであったが、石灰峡谷底部の両端部に露出する岩盤から、判断して、峡谷内での破砕体の幅は2.5メートルを超えることはない。破砕体は谷底を横切るような形をしており、断層の走行、傾斜は右岸側で N50 度。 w 9 0度左岸側で n 5 0度、w 7 0度 n であった。この破砕体は両端部に玄武岩の岩脈と断層粘土体があって、その間は砂状から歴状になった花崗岩でできている。右岸側の断層粘土体の中には破砕された玄武岩が取り込まれていて、 ここから130センチほどの間は、破砕が顕著であるが、破砕の程度は、左岸側へ向かって弱くなっている。両端部の玄武岩は断層に対し平行して、貫入しているが、玄武岩そのものが断層によって切断されており、北西方向へ向かうにつれ薄くなり消滅している。なお、この玄武岩は風化していて、高石は露出していない。つまり、 石灰峡谷両岸の花崗岩の岩体は非常に硬いのに対してその間に複在する断層破砕体は地質的に軟弱であるため両者は著しい対象をなすことになる。岩屋寺の石灰のすぐ下流部の未固結の堆積物に生じたアメルツ。2021年3月26日撮影。石灰のような得意な峡谷地形の生因を考察する上で参考になる。 類似地形としてアロヨがある。アロヨ、アロージョとは主に、アメリカ合衆国南西部の乾燥地帯で使用される地形用語であり、一時的あるいは間欠的に水が流れる小規模な水路を言い、未固結の表層を垂直内支給斜面で切った国壁を持ち、その高さは60センチ以上、深くて平らな谷底を持つ。普段は乾燥しているが、 豪雨の後一時的な流水を見ると定義されている。先日した集中豪雨後に見られたガリーの生因は、あるヨの形成過程と似たもので、岩屋寺山道の最上部、岩屋寺本堂直下の標高480メートル付近で確認された。この山道は幅約3メートルほどの未舗装のマイドで、あって、未固結堆積物ということもできる。新たに生じたガリーは、豪雨によって、 山道の上流方向からかすかに残った鉄条をなぞるように雨水が流れ下ってきたところに両側斜面の枯れ沢が合流する地点から始まっていた。ガリーを計測すると長さ20メートル、高さと幅はほぼ同じ30センチから70センチあり、垂直な壁を持つ深い溝が短期間にできたことになる。要点としては集中豪雨があったこと。 未固結物質で覆われた傾斜面上に水の通り道が存在していたこと、雨水が合流して急激に水量が増加する地点の存在。これらの条件が備わって一気に深い溝、ガリーが形成されたと考えられた。岩屋寺の石灰の侵食形成過程イメージを示した空中写真。峡国最上流部の3方向からの土石流によって圧作されるように、 NW 製谷の設理上の断層破砕体部が一気に侵食された。下流にあたる伊勢谷の各所に土石流堆積物による谷床が認められる。1976年10月22日撮影の空中写真を使用作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。大きな河川が存在しない。 山頂近くにありながら、川植による、形成説が長期間にわたり存在し続けた石灰について、綿密な現地調査と考察を行った井上は、2006年3月に、峡谷地形、岩屋寺の石灰の成因と題した論文を、島根県地学会開始へ発表した。井上の考察は以下に集約される。峡谷は、断層破砕帯の上に位置している。 そのため、破砕体はその両側黄岩に比べて、侵食に対する抵抗力は、著しく小さい。峡谷が形成される前からそこは、八地形、すなわち水の通り道であった。峡谷の終点は三つの谷が合流する地点であり、豪雨時には、流水が集まるところに位置している。峡谷壁面には、板状態の上端面が、いずれも上流側に傾いた微地形があり、これは、 インブリケーションと同じように流れの卓越方向を示す構造である。このような地形、このような地質の場所に異常な集中豪雨とそれによる土石流が発生すれば、石灰のような峡谷の形成は可能であろうと結論付けた。形成過程をより具体的に表現すれば、まずはじめに土砂を含んで高密度となった土石流が、 峡谷終点付近の変則十字国で合流し、そこから一気に石灰峡谷形成前の NW 製の谷を流下した。この谷底は断層破砕帯であって、その両側は高岩であるため、破砕帯の部分のみが深く侵食され、峡谷になったと考えられる。この考え方は、 下流部にあたる山道の各所に存在する土石流堆積物とその特徴である隠歴が混ざった岩層や破壊された木片、少量の玄武岩暦の存在とも調和している。なお、石灰の上流部から山頂にかけて大規模な崩壊地形は存在しないが土石流の発生には必ずしも大きな崩壊を伴わない。例えば1966年9月に 山梨県南鶴郡足足田村で死者、行方不明者94人を出した足和田災害のケースでは、直接の要因となった土石流発生の最初の2カ所の崩壊地点では、厚さ数十センチの表土が、わずか2から3平方メートル崩れただけであったのにも、かかわらず、それが流れ降りながら、やがて大きな土石流に成長したことが、後年の調査により確認されている。 石灰の形成された時期についても考察が行われ、手がかりとなる次の4点が挙げられた。峡谷は谷中谷であり、新しくできた谷と考えることができる。峡谷の左岸側はオーバーハングしていて、摂理は開口して不安定な地形になっており、そのため崩壊が進行していて、原壁面とみなされる板状態の部分は失われているが、それでも、 国壁の大部分は保存されている。土石流は谷底を埋めた最も新しい堆積物である。土石流に含まれる木片の切断面からは、わずかながら樹脂が染み出てくる。炭化した痕跡もなく、埋没による変形もない。以上のことから岩屋寺の石灰は、極めて新しい時期に形成されたもので、おそらく数百年前から古くても千数百年前の間であると考えられる。 戦術の通り、石灰の所在する岩屋寺は廃寺であるため、寺院建造物を含め天然記念物、岩屋寺の石灰は、一般見学者のための整備等は全くされていないが、本堂を取り囲む周辺の山林約19万9千平方メートルが岩屋寺周辺整備事業として2013年に奥出雲町によって購入された。これは、 岩屋寺の山門にかつてあった木彫りの二王像がオランダのアムステルダム国立美術館が所有していることが判明、公表されたことを機会に岩屋寺に対する町民の関心が高まったことによるもので2019年12月の奥出雲町議会の定例会における一般質問の席上、町長女である勝田康則は岩屋寺周辺の土地取得の目的について 周辺にある地蔵や墓標等の歴史的石造物などの保存措置を講ずるものと答弁している。川食を生因とする国の天然記念物のうち中国地方にあるもの。ありがとうございます。